第19話、中央アメリカと南アメリカの地質についてお話をしているところです。今回は第19話の最後、南アメリカの南部について、ご紹介したいなというふうに思います。で、前々回は中央アメリカとカリブ海諸国、あるいは、赤道より北の国々についてご紹介しました。で、前回はブラジルについてご紹介しました。今回は赤道より南の国々ですね、このペルーやボリビアやチリなどのアンデス山脈の諸国、そしてアルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、このあたりをご紹介したいなというふうに思います。で、ちょっと雑談なんですけれども、前回ブラジルのご紹介をした時に、そのブラジルの人口がパキスタンに抜かれて6位に落ちちゃったよというようなお話をしたりとか、あるいは、その大豆の生産がアメリカを抜いて、その1位になったよっていうふうに、まあ過去、私の動画の中でご紹介した情報と、まあ、最新の情報がちょっと変わってしまって申し訳ないんですけれども、まあ、あえて、そのままちょっと撮っちゃってるんですけれども、その、逆を返せばですね、その、ブラジルの、その、人口を、パキスタンが上回っている、あるいはナイジェリアが迫ってきているっていうのは、アジアの人口増加率やアフリカの人口増加率がやっぱり、ラテンアメリカの人口増加率より、まあ、高いということも、まあ、一つ情報として、まあ、言える。そして、大豆の生産ですね、そのブラジルの大豆の生産は、アメリカを超えるほど本当に力を入れて、大豆の生産に当たっているんだっていうこともわかるわけですね。そういう変化も情報の一つだと思って、まあ、ちょっとね、この動画シリーズの何だろう、完成が父として進まないんですけれども、そのあたりの変化も一つの情報として捉えて、いただきたいなというふうに思います。本当にね、この動画シリーズ時間がかかって本当に申し訳ないんですけれども、そういったところをご了解していただければなっていうふうに思います。まあ、本も書きながらね、学校の仕事もありながら、ああなので、ちょっと勘弁をいただきたいなというふうに思うんですけれども、それでは中身に入っていきたいんですけれども、まず今回ご紹介する国、ペルー、ボリビア、そして、チリ、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイなんですけれども、民族構成がちょっとそれぞれの色合いが異なっているので、その色合いをまず紹介したいと思います。まず、ペルーとボリビアですね。ペルー、ボリビア、こことここ。ペルーとボリビア。これは、先住民系が多いね、わけです。で、この、どっちに書こうかな。チリとパラグアイについて、パラグアイこっちなんですけど、チリとパラグアイ、これはメスチーソが多いです。メスチーソはこれは先住民系とヨーロッパ系ですね。スペイン系というかね、ヨーロッパ系が、の混血が多いです。そして、アルゼンチンとウルグアイ。これは、19世紀ね、非常にその、まあ、主要な移民先、ヨーロッパ系の移民先なので、ヨーロッパ系が多いよっていうような感じで、ちょっとね、カラーが異なっていますので、このあたりをちょっと捉えていただきたいなというふうに思います。で、何はなくとも、この地域、その存在感が多いのが、大きいのが、アンデス山脈の存在ですね。アンデス山脈こうあるんですけれども、こういうふうにずーっとチリ、ボリビアのあたりをこうやってこうやってるんですけれども、ちょっとボリビアのあたりでぐっとそのアンデス山脈はアンデス山脈なんですけど、ちょっとこのあたり幅広の高原みたいになっているので、この幅広の高原の地域もあるよっていうところをちょっと踏まえて、こちらの方を見ていただきたいなというふうに思います。エクアドルからペルーに入ってきて、まあ、チリの国境、こう行くんですけれども、この辺りから、
ぐっと広くなって、ボリビアのこの、こういう感じで、その、幅広になっているわけですね。この地域のことをアルティプラノと言います。アンデス、はい、だから地域名も少し押さえておくっていうことが大切です。まあ、どういうものかというと、まあ、植生というふうに絡めて、例えばセルバとか、パンパとか、そのグランチャコとか、そういったなんかこう特徴的なカンポとかセラードとか、そういうふうな、なんだろう、こう植生と絡めた地域名みたいなのがあって、それで、そういうイメージで、ここはアルティプラノだねっていうような言われ方をするので、まあ、それも一つ押さえていただきたいなというふうに思います。で、このアルティプラノの中心的都市ですね、このチチカカ湖、それもちょっと書いておきましょうね。このアルティプラノの中に、ここに湖があって、まあ、こんなに高所ね、何メートルだろう、標高。この水面の標高が3812メートルですって、今ちょっとね、カンニングしちゃいました。で、面積が琵琶湖の12倍、琵琶湖の12倍の面積があるのが、富士山より高いところにあるっていうから、結構驚きますよね。チカカ湖、ま、このような高いところに、標高高いところに、このような大規模な湖があるのは、まあ、世界に類を見ないというところで、押さえておいていただきたいというふうに思います。で、これがアルティプラの最大の湖であって、この中心がラパスっていう町ですね。これが、世界最高所にある首都です。まあ、世界で最も高いところにある首都ですね。で、このアルティプラノを中心としたアンデス山脈周辺の、まあ、農業、鉱工業なんですけれども、このに応じた農業をやるっていうことですね。このまあ、その盆地といっても結構標高差がいろいろあってのアンデス山脈の上なので、例えばここからここはジャガイモを作るよと、ここからここはトウモロコシを作るよとね、そのこっからここまでは大麦を育てるが、こっからここまではタバコを栽培するというような感じで、高度に応じた農業をやると。だから面的な広がりではなくって、その垂直面でのその分布が見られるよっていうのが、まあ、特徴的ですね。で、特にアンデス山脈のこのペルーあたりだと、トマト、そしてジャガイモ、そして、南の方、この辺りになると、チリとボリビアの国境付近ぐらいになると、トウモロコシの原産地であると、まあ、言えるわけですね。この辺りを押さえていくといいと思います。はい。そして産業としてはですね、ここにポトシという、銀山があります。ちょっと書いておきましょうね。この辺ですね。この辺にポトシ。で、ポトシといえば、世界史をやってる人はね、一度は聞いたこともあると思うんですけども、かつて、非常に大きい銀山、スペインが、まあ、経営した非常に大きい銀山があるんですけども、かつての大銀山ですね。
現在は、鈴が取れます。で、鈴はこのボリビアが5番手ですね。このボリビアのその鈴の生産が5番手、まあ、ラパスが首都、鈴が割と取れるよっていうところを押さえておいていただければなというふうに思います。で、ペルーに関して言えば、ペルーで、押さえておくべき都市としては、まず首都ですね、このぐらいかな、もうちょっと南か、ここにいい、はい、リマですね、これがペルーの首都です、リマ。そして、この辺りですね、クスコという、まあ、町があります。それで、インカ帝国の中心です。そして知られます、石造りのね、非常に、そのもう精密なね、そのなんだ、カッターの刃さえ入らないと言われるような、その石組みの技術ね、そのクスコ石組みとかで検索すると出てくると思うので、ぜひぜひ、ご検索いただきたいなというふうに思います。で、アンデス山脈が高いので、こっちはもう、アマゾン盆地の一部になりますね。ここら辺で、ブラジルの時にも申し上げたように、焼き畑が行われているよっていうことですね。はい。で、ちょっと父か過去申し訳ない。こっちに書けばよかったですね。で、この、チリからペルー沖に、このペルー海流、まあ、代表的な、まあ、寒流の一つなんですけども、ペルー海流が流れていて、この漁場が、南東太平洋漁場と言われ、はい、これはもう復習になるんですけど、湧昇流が発生、ね、ま、地球の自転の影響で、その表面の水はもっともっとこのカーブよりこっちに来るわけですね。そうすると表面の水が岸から離れるので、そこからそれを補うように水が上がってくるっていう、まあ、仕組みで湧昇流が発生して、そこに、プランクトンがたくさんね、そこのその海のこう底の栄養のある水がこう上がってくるので、プランクトンがよく発生し、たくさんのイワシですね、アンチョビを山のように漁獲していて、これが、飼料や肥料に加工されて、世界中に、まあ、行き渡ってるよっていうことですね。この南東太平洋漁場ってね、ですからこのペルーは漁業国としても知られてですね、その世界の水揚げ量ランキングでは、大体まあ常に10位以内に入ってるというような感じです。その漁業の範囲をその内水面ね、川や湖まで含めるかとか、あるいは養殖はどうだっていうようなのがあって、その漁業の水揚げ量ランキングっていうのはなんか統計ごとにいろいろ変わってるんですけれどもね、その養殖も含めるかとか、その川や湖はどうかっていうのを含めて変動するんですけれども、それを考えても常にペルーは、10番以内に入ってるよっていうことです。ちょっとね、父かかこ途中で消しちゃって申し訳ない、
で、もう一つペルーは、その、銀の国でもあるっていうことを押さえておきましょう。統計情報を書いておきますね。あとで、チリのところでもお話しするので、銀は、1位がメキシコ、そして、2位がペルー、3位が中国。ね、やはり、その、大航海時代の後、世界史で言えばですね、このメキシコやペルーの銀っていうのは非常に、まあ、世界をこう、どんどん回って、潤していった銀ですので、ペルーは銀の国として知られる。メキシコに次いでペルーです。そして、銅も、1位が、まあ、チリ、まあ、チリですね。そして、2位が中国、3位がペルーっていうように、この、ペルーの存在感は、非常に、まあ、大きいですよね。その銀や銅。この銀や銅っていうのは、新規造山帯と相性がいいので、その教科書通りに、まあメキシコやチリやペルーっていうのがよく取れる。メキシコは銀の国、チリは、銅の国っていうのは印象にあるんでしょうけれども、その背後に、ペルーがちょっと控えてますよっていうような印象を持つといいと思います。さて、それではですね、アンデス山脈南部の国々について、紹介したいと思います。こうで、ね、こういうようなアンデス山脈の、はい、アルティプラノがこうあって、こういうふうに、また、このアンデス山脈がちょっと細めになって、ずっとね、この南アメリカ大陸の背骨になっていくんですけれども、まずじゃあ、チリから取り組んでいきたいと思います。チリは、まず、ここですね。その寒流のペルー海流が洗っているので、この辺りに、アタカマ砂漠、はい、アタカマ砂漠ですね。これはもう海岸砂漠の代表。寒流のペルー海流が洗っているので、この水蒸気が上がってこないことによる海岸砂漠がここにできますよということです。で、そうですね。で、こちらになると、このあたり、緯度で言うと、南緯の30度から40度ぐらい、このあたりは、気候としては、CS 気候で、地中海性気候で、チリの、ブドウとかね、柑橘類、ワインなんか、チリのワイン有名ですね。で、その間を、ステップ気候が、埋めるというような感じになります。BW ですかね。ちょっとちっちゃくごめんなさい。で、はい。で、チリの首都は、サンティアゴですね。やっぱり暮らしやすいところに人は住むので、この地中海性気候のところですね。サンティアゴです。で、このサンティアゴの付近、ここに、この辺りかなに、山があって、これが南米最高峰の、どっち側に書いた方がいいかな、こうかな。ごめんなさい、ラパス消させてもらって、ここですね、この辺りに、まあ、地図帳などで確認していただきたいんですけれども、アコンカグアという山があります。これが南米の、最高峰ですね。何メートルだったかっていうと、この標高が6960メートルなので、ちょっと惜しい。あともうちょいで7000なのにっていうようなイメージですね。これをちょっと頭に入れておくといいと思います。で、これが南米最高峰のみならず、アジア以外の最高峰です。アジアはヒマラヤ山脈とかカラコルム山脈とか8000メートル級の山々があるので、アジアだけがその7000、8000っていうのが、まあ、統計情報に現れたらアジアだと。で、例えば、もうちょっとで7000ぐらいのこのところ
ところで統計情報があれば、それは、その南アメリカ大陸だっていうことができますよね。で、このチリの農業、鉱工業で言えば、この CS のところで、例えばブドウとか、ワインとか、このあたりを想定していただければいいですし、この、ここら辺ですかね、ちょっと緑で書いちゃいますけれども、ここに、シュキカマタという銅山が、巨大な銅山がありますので、この銅山の名前と、チリが、この、銅の国ですね。この銅の国っていうのを改めて、押さえていただければなっていうふうに思います。さて、じゃあ、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイの話をしようと思うんですけれども、一本ちょっとね、引かせていただきます。こんな感じかな？こういう感じで、降水量の500ミリ。まあね、乾燥帯とそれ以外を分けるラインをこのあたりに引いてみました。そして、こうですね、アルゼンチンからウルグアイ、パラグアイの一部にかけて、まあ、ブラジルまでを含める場合もあるんですけども、そしてこういうふうに、ちょっとラインを引いてみます。そして、こうですね、このあたりは、まあ、資料集とか地図帳によって差もあるので、まあ、おおむねこういうようなイメージっていうような感じで、どうでしょうか。まず、この降水量500ミリを境に、まあ、乾燥帯の方を乾燥パンパですね。ちょっと清書しとこう。500ミリで、こちらが乾燥パンパです。で、こちらが湿潤パンパはより湿潤なので、穀物ですね。で、ウルグアイとかね、アルゼンチンとこの辺り、まあ、降水量も豊富ですし、まあ、ヨーロッパ系の移民が多いこともあって、でこの辺りは特に混合農業が行われる、まあ、ヨーロッパ型のね、農業が行われています。そして乾燥パンパでは、その草は生えていきますので、これここで、企業的牧畜が行われますよと、こういうような感じに、まあ、捉えておいていただければなというふうに思います。で、そしたらじゃあこのところパラグアイとかこのアルゼンチンのもうちょい、まあ、乾燥したあたりですね、このあたりが CFA 温暖湿潤気候、そしてBS ね、ステップ気候っていうような感じになるんですけれども、このあたりが CW、温帯の冬季小気候ですね。ですので、サバナ寄りな感じ、その温暖湿潤よりよりサバナ寄りのところなんですけれども、これがグランチャコと呼ばれるあたりですね。この矢印の方にグランチャコで CW 気候で、これがもういろいろ書かれるんですよ。例えば物の方によれば、サバナ性草原とか、半砂漠、書かれるわけですね。ですので、まあ、基本的には雨が少なそうだと。
そして、サバナに近いものがある。ブラジル高原からの続きもので、サバナに近いものがある。半砂漠というよりは温帯よりっていうようなイメージがするんですけれども、のような感じですので、農業は進んでない。農業はやや、粗放ですよね。ただ、この辺りの特徴を考えると、そのブラジル高原からの続きものなので、まあ大豆とか育てるとこれからいいでしょうね。パラグアイとかアルゼンチンとかまあ大豆を、まあここで狙ってくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、この乾燥パンパも、いつもその牧畜ばっかりやってるわけではなくて、最近もうアルゼンチンではまたこっちもブラジルと同じで大豆トウモロコシに転換を図っていますよということになるわけですね。で、この辺り、アルゼンチンのこの辺りは、大農園、まあ、エスタンシアと言われる大農園の、名残が残っています。だから、ブラジルのファゼンダみたいな感じでね、土地を広く経営する、まあ、地主というかもう経営者がいて、そして農業労働者がいるっていうようなところ、そのあたりの、こう、まあ、貧富の差のようなものがあるというようなイメージを持つといいと思います。さて、そしたらですね、このあたりがちょっと、もっともっと乾燥して砂漠に近いところなんですけれども、この辺り、じゃあもっと南のこのステップ地域、もっと冷涼、涼しい、乾燥したステップ地域は何かというと、パタゴニアと言われる地域です。ね、このパタゴニアは牧畜なんですけれども、羊、ちょうどそのヨーロッパで言うとイギリスのね、スコットランドみたいなようなイメージの気候があるので、カンポとかセラードとか、セルバとか、リャノのようにグランチャコ、湿潤パンパ、乾燥パンパ、パタゴニア、あるいはアルティプラノっていう風に、まあ、地域とその、まあ、それで、どういった性質の土地柄かっていうことを、まあ、考えていただければなというふうに思います。で、島いくつかあるので、これが、南米最南端の島のフエゴ島、ま、聞くこともあるかもしれませんね。あと、ここに島々があるので、これが、フォークランド諸島とも言います。まあ、諸島と言います。で、これは、どっちに引っ張ってこようかな。ごめんなさい、こっち消しますよ。矢印交錯するのちょっと良くないと思うんですけれど、フォークランド諸島は、1982年に、はい、イギリスと、アルゼンチンが貴族をめぐって争う、ね、フォークランド紛争というね、イギリスとアルゼンチンの軍事衝突があったぐらいですね、この1982年に、まあ、軍事衝突がイギリスとアルゼンチンが、まあ、戦って、イギリスが手を引いたような形に、なっています、このようなものでしょうか。で、少し統計情報を最後に入れておきましょうかね。とはいえ、このあたりね、まあ、ランキングに出てくるのは、四大穀物だと、アルゼンチンの小麦、
まあ、湿潤パーパーのこの辺りでよく栽培されるんですけども、小麦ですね。で、トウモロコシ、大豆は、アメリカ、中国、ブラジル、アルゼンチン、4番目ですね、4番目に来た。そして大豆がブラジル、アメリカ、アルゼンチン、中国の順です。これが 1,2,3,4 ということになってます。で、ブラジルはこうですよっていうところですね、それを押さえていただければいいと思います。牛、頭数でいけばブラジル、インド、アメリカ、中国、アルゼンチンです。そして肉で言えばアメリカ、ブラジル、中国、アルゼンチンというふうになっていきます。まあ、アルゼンチンといえばですね、この企業的牧畜から牛肉の国、まあ、19世紀あたりから19世紀後半あたりからその冷凍船ができて、あるいはアルファルファっていうその豆類で、まあ、飼料にして、育てて、それをヨーロッパにどんどん輸出して、アルゼンチンは牛肉の国っていうイメージが、ついたと思うんですけども、ついてるんですけれども、頭数でいけばアルゼンチンが5位で、肉で言えばアルゼンチンが4位。やっぱり、牛肉のある程度牛肉の国がってあるってことですね。上位はもう本当に大国なので、それを考えればアルゼンチンよく検討してるなっていう感じがあります。で、まあ、ブラジルが頭数では1位で、肉はやっぱりアメリカなんかね、肉食べそうですもんね、テキサスビーフみたいな印象があるので、アメリカは1位であると。で、インドは肉としては食べないわけですよね。頭数はあるんですけれども、チーズとかバターとかの乳製品はよく、まあ、生産はするんですけれども、ヒンドゥー教徒なので牛は神聖なので食べないので、肉はランク外になるっていう感じですね。そうするとアルゼンチンのランキングが1個上がるというような感じです。今回で、南アメリカ大陸ね、中央アメリカ、南アメリカの第19話は終わりになります。で、次回からオセアニアということになります。今回はここまでです。